はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病のね、治療でね、ドナーさんと巡り合えてですね、骨髄移植をしてもらってからというものですね、骨髄移植における合併症を抑えるために免疫抑制剤をね、飲み続けていますけども、それによってさまざまな副作用が発症します。今は体の痛み、痛さというに関してはですね、口の中のただれだけです。そして最近ではですね、精神的な症状といいますかね、精神変調、うつ、うつまではいきませんけども、なったことないかわかんないんですけども、精神変調がね、たまに出る感じです。そしてね、血液検査の数値に関してはですね、白血病に関する数値は正常なんですけども、今はね、白血病に関係のない LDL コレステロールなどのね、メタボなどの、いわゆる肥満ですよね。その肥満に関する数値が危険だと先生に言われております。この肥満に関してもね、徐々に正常値に戻りつつあるんですけども、今は血圧がね、高血圧気味になっているのがね、一番言われてます。これに関してはですね、先生の声のボリュームがね、少し大きくなるので、ほんまに気にした方がいいんでしょうねって感じです。という話はね、以前の動画からね、散々というか、めちゃくちゃお伝えしてるんですけども、ここ最近はですね、食事の仕方でね、体を見直そうというね、勉強をし始めてからですね、体重が減ってきてて、なおかつそれをキープできてるんですけども、それとさらにいいことにですね、血圧が下がってきました。毎日測ってます。体重もね、血圧も毎日測ってますよ。食事の仕方を変えて、もうすぐ1週間か、今日で経つぐらいなんかなになりますけども、最高血圧がね、15から20ぐらいこうぐーんと下がって、それも一応キープできてます。でも実はね、一気にそれぐらい上がってしまって、それにビビって、食事のね、勉強をね、し始めたのが本音です。人間はね、危険を感じると意識が変わるもんでね、よく続くもんですよ。なので実際は20上がったのがね、20上がったの、ぐーんと上がったのが20下がっただけで、また高いんですよ。プラマイゼロくらいになったぐらいかなっていう感じで、ここの時点で、怒られて、さらに20上がって、めっちゃ怒られてるけど下がったよっていう感じですよ。だからここからほんまぐっと下げなダメなんですけどね。しかしね、このまま続けていけば徐々にですね、下がっていくんちゃうかなと思うので、体重とね、血圧とともに徐々に下げていけれるように、食事法とチャリ活を続けていきたいと思います。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。